はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太鼓さんやっていきたいと思います。おかえりさま、お前様と、はい、皆さん帰ってこられましたね。そう、姉麹家をやっつけなさいよということで、ちょっと妻と話して、休養しましょう。一晩だけね、薬持ってて、薬に決め込んじゃって、よし。ね、もう回復量が違うんですよね、普通に薬使う分と。はい、締め終えられた方、お、神戸さん帰ってきましたね。あれ、熊谷さんって呼ぶのかな、熊谷さんって呼ぶのかな、熊谷だっけ。さあ、じゃあ、表示の前、ああ、次の日だからもう一回喋ってね。はい。ああ、急じゃない、ごめんなさい。はい、徳川家の軍が、北条家の、ああ、援軍を出すなら今かと。はい、おお、いっぱいいるね。はい。で、あ、おさほねさんも出世だ。土屋さん。で、矢沢さん。で、ゆささん。矢沢さんなんかすごいね。スキルとんでもないことになってるわ。能力、あ、でも能力悪くないんだもんね。真田家一門。真田幸隆の弟でいいのかな。兄、幸隆とともに。この人、真田姓なの、本当は。おお、武田家傘下の信州先鋒州の一人として歴戦する。兄の没後は甥の真田正幸。ああ、正幸さん甥っ子なんの。補佐して真田家の勢力拡大に大きく貢献。沼田城を巡る北条家との攻防戦では沼田城代を任されて北条家の大軍を見事に撃退したと。ほよよよよ、すごい人だね。平野さん、誰わかんない。はい、出世してください。はい、昇進ね。さあ、指名の伝達ね。いや、その前に合戦するとしたら、一式ってどこ？これじゃないの？また、またこれ。あれがないよ。悪名が上がるってやつでしょ、これ。おー、困ったね、ノブリンの言うことも。攻めるって言われても、攻める、名分がないんだよね。名分ぐらい用意してほしいね、ノブリンね。となると、もうちょっと様子見ようか。それとも北条行ってもいいのか。これ北条まで届かないもんね、私ね。居城変えればいいでしょうけど、いや、この、長浜がめちゃくちゃ居場所がいいんですよね。ちょっと一色さん見に行きましょうか。合戦はやめにします。内政優先でお願いしますと。まあ、とりあえずこんなもんでいいですわ。はい。徴兵とかはちょっと後にしましょう。じゃ一色さんとか遊びに行きましょうか。武家宅ね。ああ、3人いるんですね。おお、橋場殿ではございません。お茶しましょうよ。これは素晴らしいと。稲留助直さん、助直さん。あ、この人は見たことありますね。はい。26歳、若いね、侍大将。一色家臣、後、細川徳川家臣、鉄砲の名人で、稲留流砲術の始祖として、あ、始祖なんだね。名高い。ああ、じゃあこの人に指示したら鉄砲覚えれるのかな。ああ、はじめ一式三信に仕え、主家が、あ、主家かか。主家っていうのかな。主家が滅亡すると、細川忠興に属して、おお、うちも今忠興さんね。しかし忠興の歓喜を破り、公務員。あ、怒らしたってことかな。細川家を出奔。その後は徳川家に仕えて幕府の鉄砲型となり、国友家事衆の組織化などに貢献したと。まあ、忠興さんが怒らしちゃったみたいな感じなのかな。鉄砲がすごいみたいですね。お茶しましょう。ああ、喜んでくれなかったね。一色さん、ああ、この人も一色さんだね。どの人？うわ、何もない。丹後一色家当主、義道の子。織田信長の命を受けた細川藤高の軍勢と義道と共に交戦。義道が没した年と細川君を強行突破して丹後に引く。後、明智光秀の圧戦により和睦するが再び背いたため暴殺。暴殺なんだね。お茶飲みましょう。
うん、とても喜んでくれたんですね。あとここ見ときましょうか。戦力情報ね。はい、あ、兵士15,000、そんなにね、士気訓練の高いです。そこにいるのは誰じゃと。でもまた行けるんですよねこれね何度も行けちゃうと。うん、防御度が低い気がしますね。お金は結構まあまあまあぼちぼちですね。うん、はい、うん、拠点情報 OK ですね。はい、これは失礼いたしましたと。織田信長様の軍団がこの宮津を取り囲んでおりますぞええー、分かった、ひとまず外に出ようと。あら、じゃあ本拠に帰って、まああれほっといても落ちるよね。落ちそうなので、じゃあ、あ、そうだ、相場だ、米相場、あ、下がりきってないね。オバマの町550か。まあオバマでちょっと買い占めとこか。もうあの奈良の町は微妙な感じになっちゃったんでね。うん、あ、オバマ長浜じゃなくてオバマの町なのね。うん、オバマで買っとくか。いや、それだったら長浜で買うか。長浜で買っちゃおう。いらっしゃいませと。兵糧購入590巻ね。96,000、交渉しましょう。はい、トントントンと。よし、はい、よいしょ。はい、よいしょと。まだ買えるんだよね。3万石。ああ、交渉しましょう。やっぱ結構高いね。ああ、あららららら。いや、もういいですわ。これでもう買い占めましたね。本家に戻りましょうか。いや、戻りません。行き先を指定して、また、私大好きの、魚津城で、まあ、魚津城が大好きってわけじゃないんですけど、うわー、来た。これ、すやりな気がする。まあ、いいや、もう、戻っとこう。はい、内政しましょう。お金がないのか。はい。ああ、皆さん、主演、うん、終わらしてきましたね。はい、友殿が宮殿に攻め入っておりますので、援軍出すなら今かと。いや、出さなくてもいいでしょう。うん。もうね、ノブリンが本体で入ってますから。ダメだったら行きましょう。指名の伝達、コマンドで自動振り分けで内政優先でお願いしますと。うん、はいと。で、私、あ、いやいやいや、違う違う違う、お金下ろしに来たんだわ。すぐ忘れちゃう、本当にね。貯金じゃなくて、いや、入金でもなくてすみません。はい、軍資金から。で、魚津城だね。はいと。で、ああ、しまった、城行っても仕方がないんで。で、城増築ね。よいしょー。あとは。よいしょ。よいしょ。比較的簡単な気はしますけど、でももう出だしが悪かったんで50秒は無理だと思うんですけども、50秒は無理だね。で、ここかな。で、これがここかな。ほいっと、ほいっと、はい、完璧です。また2度目ね。もう本当にもうこの
商人たちなんとかしたいね。で戻りましょう。はいと、城に帰って、うわー来たなこれ。やりましょう。あ、でも霊峰って言ってましたけど、いやでもまたお茶からやるんでしょ。赤青白緑黄、おー、いきなり始まったから、おお、おい、黄青黄白赤白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 でよかったっけ。黒が全くないんだけど、お、すっごい、青赤青黒青青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 
億っておっきいな、ありがとうございます。1個目に億、これだね。赤青緑白緑赤青緑白緑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 緑。みどみど赤き赤き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 。わが楽勝だこれ。ほいくにゃら、おお全問正解ですよ。もうあーこれ大嫌いなやつだ。だけど嫌いじゃないんだけど、はあ何色でいったらいいんだろう。赤じゃダメな気がする。うん、赤じゃダメだね。かといってオレンジもダメな気がするんですけど、青、いや青もダメだな。あ、白、お白でいけそうな気がしますよ。白でいきましょう。で、おお、で、こうして、こう、こう。で、こう、あ、いったいった。で、こうだ。いけたいけた。おお、よし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 、おめでとうございます、合格です。これであなた様のお風呂前に一層の風化が加わることでございましょうと。こたびは誠にお世話になり申したと。はい、こたびもやはりお忙しいのでございますかと。さようでございます。そろそろおいとまえ申し上げなくてはなりませんのと。はい、行ってしまいましたと。本当にお忙しいのですねと。おいとまっていう言葉はいいというか、私好きな言葉ですね。すごい便利な言葉だと思いますね。ね、やめたいんですけど、もう、ね、あなたと一緒にやめたいんですけど、おいとまいただけますかっていうので、なんかちょっと柔らかくね、聞こえるじゃないですか。ねえ、あと、物捨てるときでもね、私はよく言うんですよ。もうね、かなりボロボロになった時も、もうこれおいとま与えてあげないとっていうような感じで言ったら、なんかすごくやってることは捨ててるだけなんですけどね。まあそう思うとあれかな、悪い言葉なのかな、悪いというか、か角沸かすというか、そういう言葉になるのかもしれないですけども、でも私はもうそのおいとまをいただきたくっていうのもすごくね。まあ要はやめたいっていうようなことでもね、おいともいただくってやめたいっていうよりも、おいともいただきとうございますと。この暇っていう文字がいいのかもしれないですね。はい、皆さん帰ってきました。でもこれ結局私、あ、そっか、茶道と霊峰が上がんないんだよね。霊峰欲しいなってくれても嬉しいんだけどね。
と思ったらいい時間になっちゃいましたんでね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。